お？そうかそうか、バレンタインデーというあれだな。最近何やら慌ただしいと思っちゃいたが、メートルもか。ういういしいね、聖ワレンティヌスの何かだったよな。で、お前の故郷じゃショコラを送るとかなんとか。面白い風習もあったもんだ。なるほどね。しかしこいつはちょうどいい機会だ。お返しにはちと不足かもしれんが、俺からも送ろう。いやあ、何、機会があろうがなかろうが一度はお前に味見してもらうつもりだったが。ショコラじゃない。だが大いに意義と価値のあるものだ。生前の心残りってわけじゃないんだが、ほら、カルデアのサーヴァントってのは料理上手が多かろう。しかも連中は打てば響く。軽い気持ちで口走った俺の言葉に。全力で答えてくれた。だからつまり厳密には俺の手によるものじゃない。俺はプロデュークがいいところだ。だからうまかったら連中に礼を言ってやってくれ。さて、もったいぶったが、具体的にはこれだ。そうそう、その通り。俺の紋章っぽいラベルを貼ってみたわけさ。サーヴァントに必須のものじゃないが、どうにも作ってみたくなってな。さっきも言った通り、中身は厨房のサーヴァントたちに協力してもらっている。味は保証するぜ。缶についても力を借りている。バベッチ教とはエジソンにあれこれとな。衛生関係についちゃパラケルススとナイチンゲールの保証付きだ。加熱殺菌、パスツール様々だな。とまあ、なんだ、言えば言うほど俺は何もしてないわけなんだが、俺としてはお前にぜひ食ってほしい。お、おっと、そうだ、できればマシと一緒に食ってくれ。明日のある少年少女にこそ栄養は必要だからな。うまくいけば、ああ、お前の旅の助けにもなるかもしれん。食い物は重要だ、活力の源だ。お前にはできれば俺と俺のグランダルメが味わった苦労は知らずにいてほしいからな。なんて殊勝なことを言ってはみたが、実際はやっぱり俺が作ってみたかっただけだな。